どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリ、インボーク。アタッチメントの創作 S がですね、ドロップするアタッチメントが、入れ替わって再登場しましたので、早速やっていきたいと思います。フレンドは、有馬ですね。まあ、クリアできるでしょう。まあ、面白くないと思うんだけどね、ほんと申し訳ない、有馬使っちゃって。まあ、初見ということで、まあ、何があるかわかんないんでね、これでいきたいと思います。いい素材になりそうだ。まあ、前回かな。あの SR アモンのなんだっけあれ、河川敷の戦いじゃないわ、なんかあったじゃないですか。それがね、なんか 1000% のスキルで、あ、対策してないとやられてしまうっていうあれだったらしいんですけど、あ、ちょっとこれですね、これ中途でいいね、だったんですけど、まあ、その前にアニマとアモンのスキルで倒しちゃったんで、そのスキル受けなかったんですけど、まあそういうことがあるんでね、コンマ1タイミングを押せ強音もなく死んでいたなやつ、カーンっつって、あの SE のだ、これ5ターンあんのか、ここありまで一斉に吹き飛ばしましょうかね。これ確か前衛だったよな。まあありまで、吹き飛ばして、あー、アモン6ターンだったんだな、ちょっと忘れてた、ちょっと待ってね、これ一応アキラのスキルを試させて退場させとくか、あ、最終の時までちょっと残しとこうかね。よい、重度も貯めて、しっかり貯めていく、アオンを貯めて、で次がフロアが4かな、スキルで抜いてもいいんだけど、あれ、あー、なるほど、これ硬いパターンですかね。ちょっとスキブで、あ、有馬で行ってみますか。スイ、あ、全然余裕、160万も出たら余裕か、バフなしで160万、あ、スキルブーストつけてたわ。おーっと、これは窓系、あー、あれあったっけ、なんかね、今回ドロップする、アタッチメントに、安久とね、窓じゃないよな、あれ。安久と元四駆と、あとなんだっけな、ひなみだったっけ、笛口だったっけ、でも笛口は前回来たよな。なんだっけ、忘れましたね。後で見ておこう。どうしよう、これ、窓さんの方やばそうだな。つか、どっちも窓さんなんだけど、わかるよね。どっちも窓さんなんだけども。クレオシの方がちょっとヤバそうな雰囲気醸し出してますね。ほう、俺ね、あ、このね、アキラのスキルめっちゃ好きなんですよ。このスキルの映像っていうのムービーか、クソ好きなんですよね。ありまでやった方がいいのかな、一応ちょっとアキラの方殴る。せやっ、レイ貯めて、あー、窓さんをアモンで殴ったらどれぐらいいくんだろう、ちょ怖いんだよなこれ。ルイ、おー、いけるいける、これで有馬貯めて3 3 3 3 3、見事、アキラ殴るか、出た、中二病ナルト走り、あ、これ前衛に変わるんだまた、あー、なるほどね、そんな2回も3回も打つあれなかったから今まで。スイスイ、まあ余裕でしょう。吹き飛べ首チョンパチョキン。まあこんなもんですね。結局、自分のパーティーが雑魚くても、フレンドの有馬使えば、まあ、何でも今の環境じゃクリアできるんでね。適当にブレイカー1体とディフェンダー2つ でもなんかバフ要因でも、窓、あの窓さんのディフェンダーのあのバフ4位のやついたじゃないですか。あれでも入れときゃいいんじゃないですかね。落ちなかったぞ、何も。というわけで、アタッチメントの創作 S でした。ではまた、次回実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。